今回は色鮮やかなモミジが見えるスポットをご紹介します。まずは茅野市にある蓼科湖です。蓼科湖は昭和27年5月に農業用温水ため池として、また観光のメッカとして誕生した人造湖です。湖畔の南側からは蓼科山を眺めることができます。また湖畔を一周することができるので、色鮮やかなモミジを見ながらゆっくりと散策ができますよ。蓼科湖の周りはカラマツの紅葉も見られるので、青空に映えるモミジの赤とカラマツの紅葉の色合いがとても綺麗ですね。貸ボート乗り場もあるので、ボートから湖畔の紅葉を眺めてみるのもいいかもしれません。蓼科湖周辺で見られる紅葉はカラマツ、モミジ、白樺、桜、七かまど、道断ツツジなどです。例年の紅葉の見頃は10月中旬から11月上旬頃です。続いては上伊那郡箕輪町にあるモミジ湖です。モミジ湖として有名ですが、実際は箕輪ダムのことを言います。モミジ湖沿いには紅葉シーズンになると約1万本ものモミジが鮮やかに色づき、訪れた人を魅了する景色が広がっています。また2020年2021年のじゃらんネットおすすめ紅葉スポットランキングで2年連続で全国第1位に選ばれました。もみじ湖周辺の中でも一番の人気の撮影スポットはもみじトンネルで、時期が合えばカラフルなもみじが続く景色を撮ることができます。どこを見渡しても鮮やかなもみじが見られるので、時間があればゆっくりと散策してお気に入りの場所を見つけるのもいいかもしれませんね。例年の見頃は10月下旬から11月上旬頃です。最後は長野市若穂にある清水寺です。清水寺はボタン寺として親しまれていますが、紅葉シーズンの境内も美しく、約100本以上あるイロハモミジやホウサカズキモミジなどの木々が鮮やかに色づき、多くの人が訪れる紅葉スポットでもあります。特に石階段の続く参道沿いのモミジ並木と立ち並ぶ石灯籠の景色が美しく、訪れた人の心を穏やかにしてくれるような景色を見ることができます。太陽の日差しがモミジを照らすとさらに鮮やかさが増し、お寺の本堂の壁にもモミジの鮮やかな色合いが反射していますね。境内のどこを撮影しても絵になります。長野県の中でも最後の方の紅葉となる清水寺の例年の見頃は11月中旬から11月下旬頃です。この動画はフォトクリエイティブがお送りいたしました。